こんにちは、さゆりんです。皆さんはベレトというキャラ、攻めと守りどちらの方が強いの？ということ、疑問に思ったことはありませんか？このキャラクター、重量級のようなのっそりとした足の遅さがあるがゆえになかなか自分から攻め込むのが難しいように見えます。かといって相手を動かすパーツもそこまでたくさん揃ってないように見えます。サムスとか、ルフレみたいにたくさん飛び道具も持ってないですからね。では、ベレトスは攻めと守り、どちらの方が強いのでしょうか？4年間使い込んだ自分が論評していけたらいいなと思います。よろしくお願いします。結論、まず自分が感じている結論からお話しさせていただければいいなと思います。結論はどっちも強いです。なぜこのような結論に至るのか道筋を含めてお話しさせていただければなと思います。まず、攻めと守りの定義から。攻め自分からラインを取りに行って、試合を有利に進めること。守り自分からはラインを取りに行かずに相手の攻めをいなしてから試合を推し進めること。攻めと守り、どっちが強いの？という疑問文はラインを取りに行くのと引くの、どっちが強いの？と言い換えることもできます。先ほどの結論にもありましたがこれはおそらくどっちも強いです。まず攻めた場合、いわゆるライン攻めを行うことになります。このライン攻めという概念について少し説明していきますと積極的にラインを取りに行って、自分のライン有利な状況だけが離島を続けて試合やダメージレースを有利に進める、という考え方ですね。ベレトはこのライン攻めという考えが非常に優秀だと思います。相手の軽々なライン回復を許さないを救う前、VN、打ち回避を咎める置き横強などですね。相手のライン回復行動に置き技で非常にリスク付けしやすいベレトは攻めが非常に強いと、そう言えるでしょう。では、今度は守りの方の話をしましょう。守りは相手の攻めをいなしながら自分からは攻めずにラインを積極的に上げないという考え方です。ラインを自分から上げないと言い換えることもできますね。こちらはどういう試合の進め方になるのかというと自分からはラインを上げないので、相手の攻めに対してずっとブッ判定の技の押し付けや差し返し、そこで生じる有利状況着地狩り、崖狩り等で試合を進めていくことになります。ベレトは差し返しがめっちゃ強いです。剣がめちゃくちゃ長いしブッ判定出しでとにかくむちゃくちゃ強いです。加えて有利状況での火力も十分です。崖狩り着地狩りなどですね。また一応ニュートラルで、相手のことを動かす手段もあります。リーチがめちゃくちゃ長い NB 君ですね。キャンセルも併用すればより強く使えます。なのでベレトスは守りに入ってもめちゃくちゃ強く戦えるし、硬い、という言葉が非常によく似合うスマグラになるかなと思います。はい、ここまでベレトスの攻め守りの強いとこ弱いとこについてお話しさせていただきました。では、我々はどのようなベレトスを目指すのが理想なのでしょうか？これも結論から言っちゃうとどっちでもいいなと思っています。我々は全員違う人間なので結論は人によって異なって当たり前だなと思っています。あなたが憧れるプレイヤーになることは、不可能でも憧れるプレイヤーにあなたがなることも不可能なのでこの動画を見てる方が、自分だけのベレトスを見つけれたら良いなと、そう思います。自分の性分に合った使い方ができれば良いなとそれを受け入れてくれるだけの懐の深さがベレトスというキャラにはあるなと考えています。ただまあそう入っても上達のための羅針盤ぐらいはあればいいなと思っているので自分は動画投稿ぐらいはさせていただければなと思ってます。これからもベレトスや他のキャラの動画投稿でもしていこうと思うのでいかったらチャンネル登録してくださいね。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。